はい、どうもリバーシブルです。よろしくお願いします。いや、生きるということは、はい、食べるということですよね。うん、確かにそうですね。うん、自分一日仕事頑張って、はいはい、夜餌を食べる時が一番幸せなんですよ。いやあのそういう時餌って言わへんから。あの晩ご飯って言うから。何食べたらそんな言い間違いすんの？あ、僕が普段食べてるもの知りたいんですか？いやあのそういうつもりで言ったんじゃないんやけど、まあちょっと気になるかな。教えてくれる？あ、いいですよ。僕が普段食べてるものは、はい、ホッケスケトウダラとスケトウダラニシンを丸飲みで食べてます。いや、トドやんけお前。食生活野生のトドやんけ。タコも丸飲みです。いや、トドやんけお前。2キロ前後のタコは丸飲みにしよんねんから。トドで、それ以上大きいもんはこう食いちぎったりとかして食べようねんね。漁師さんが取った魚も横取りします。いや、トドやんけお前。あ、漁師さんめちゃめちゃ困ってんねんから。年間何億という被害出てんねんから、深刻な問題よあれ。鮭も好きですね。トドやんけお前。でね、結構酔っ払っちゃうんですよ。おとどちゃんやないかお前。酒は酒でもアルコールの方かいな。いや自分そんな魚食性ちゃうやろ。もっといろんなもん食べてるはずやから、まあ、よう思い出して教えて。さすがにそうですね。やろ、うん、魚だけじゃないです、うん、そうですね、さつまいもとか。お、さつまいも。かぼちゃとか。お、かぼちゃ。白菜とか牧草なんかも食べますね。いや、カピバラやんけお前。食生活カピバラやんけ。牧草って言い出したらカピバラよそれ。ライグラスやミレットも好きです。いや、カピバラやんけそれお前。浜水で揚げてるライグラスとミレット、イネ科の植物なんやけど、ニラによう似たんねんから。あ、いやニラやネギはね、食べちゃダメなんですよ。いや、カピバラやんけお前。カピバラはネズミの仲間やから、ネズミが食べちゃいかんネギとか食べニラとかも食べちゃあかんねんから。あのね、たまに硬いもの食べないとね、歯伸びちゃうんすよ。いや、カピバラやんけ。ネズミの仲間やからカピバラも歯伸び続けんねん。硬いもん揚げたりとかして歯のメンテナンスせなあかんねんから。あれ、サボテンも好きですね。カピバラじゃないな。あの、あとね、カルシウムも大事ですね、うん、あの甲羅を形成するのに、ね、カルシウムはすごい大事でして。陸亀やんけそれお前。甲羅言うてるやん。陸亀やんそれ。野草も好きです。いや、陸亀やんけお前それ。あの、土ついてるぐらいがミネラルあっていいんですよ言うてる場合かお前。小松菜も好きです。いや、陸亀やんけお前。小松菜はカルシウムとリンの比率が非常にいいから、陸亀のご飯としては最適やねん。キャベツは食べ過ぎちゃダメなんですよ。いや、陸亀やんけお前。キャベツにはゴイトロゲンという物質がたくさん含まれて、食べ過ぎると甲状腺が肥大化しちゃうねんな。うん、だからキャベツ揚げ過ぎちゃいかん。ちょっとやったらいいねんけどな、うん、お餅ってよく喉に詰まりますよね。よく亀やんけお前。トドみたいに丸飲みしたらあかんぞ。よく亀やん。食後のデザートにチキンナゲット30個食べます。いや、スタッフ不二やんけお前それ。デザートにナゲット30個食べるのおかしいやろ。どうなっとんねん。あいつの食生活どうなっとんねん。ちゃんとしろあいつ。意味不明やんけお前。え、ちゃうお前の食べてるものを教えてくださいって言って、ね、あのこれ話すと長くなるんで、うん、今日夜一緒に餌どうですか。いや、晩ご飯っていうやん。もういいよ。どうもありがとうございました。